回りました。今日私も岐阜の家で今日年末の年越しをパーティーする予定だったんですけど、まず私が2時間寝坊しました。そっから言うんだ、はい、地元からこっちに向かって家に着いたら鍵を実家に忘れるという。今帰ってます。マジでごめんなさい。安全運転でお願いしますね、はい、どう思いますか？落ち着いてください。最高の思い出です、本当にもうネタにしていきましょう、こういうことは。これで優しい友達がたくさんで嬉しいです。マジでよかった、このメンバーの時で。今から鍵を取りに行ってまた戻ってきて、あ、お寿司ね。お寿司が心配ですが、でもいっぱいあるから。すいません。冬なのが救いです、ね、幸いだよ。夏だったらもう終わってるな。待って、香ってきた、お寿司の香り。香ってきた。食べながら食いね。じゃあまたゆっくり紹介しよう。そうそう、ハットではもうみんなゆっくり。もう幸せハッピーで。という2021年大晦日の出来事でした。あと6時間で終わります。もう7時だもんね。何やってんの。ワクワクだね。高くない？
よね、こういうの。はい、はい。おー、サモンだ。サモンじゃない、中身。あ、違うんだ。止まりました。止まりました。誰から、じゃあ一人ずつ見よう。いいよ、どうする？じゃんけん。最初はグー、じゃんけん、ぽい。はい、これしよう。じゃあやる？あ、最初からにする？あ、本当に？じゃあこれ誰のってやつやろう。確かにそういうのいいじゃん。2000円だと買えばよかったから、そんなもんって
ついてたからね。本当は2100円だけど2000円以内にできた。あ、そういうこともやっぱ言っちゃう。言っちゃうんだね。すいません。でも参考にできないから。これ超えてんじゃんと言われてます。あ、そうですね。こんなに増えてるじゃん、誰も。ちょっと、決まってない。なんで？じゃあ分かるよ。やり方は分かるの。一番ダメな人に言っちゃったかも。うん、かもしれん。え、イエボちゃん、エホバッグと食べないとかありえない。めっちゃきついじゃん。いや、だから、そんな人ない。毎回思うんだけどさ、私もさ、視聴者さんさ、そんなにさ、攻撃的じゃないから、大丈夫よ。めっちゃ、結構優しいと思うんだけど。一品で。めっちゃ平和。一番上のコメント何が来るんだろう。勝手に被害妄想。ピンやるならうちだからね。めっちゃ性格悪いやつやん。ただ、こんな友達がやった方がいいやつ。忠告だよ。いや、ご飯食べまーす。あれ？取れてる。今？もちろん死ぬのないかな。年越しそば作りまーす。出ちゃったよ。イエーイ。入れる人。あ、でも二三人前だよ。タイムアタックあと何分？そうだね。何時？一回でやばい。2時間しかない。二時間前。二時間でいけるよね。いけますよ。わかるかな？え、測りあるかな？いい。どうしたらブチブチになるんだよね。作り方のこと調べる。あ、いい匂いする。お蕎麦の。あ、する。あんま分かんない。風が吸い方。ね、なんかボールでかくなってない今日は。もちろん。慎重した。慎重。タバコはこねるのではなく、指先でなじませるだって。え、小麦粉さ、50g ってさ、測り。分かんない。測りがないんだよ。測りがないんだよ。ほぼかに。ありがとう。そば打ちは時間との勝負だって。え、じゃあやばいじゃん。そばの場合は最初に粉と水を馴染ませることが大切です。こんなエビアとかやってればいいんじゃないの。そうだよ。手洗ってこなきゃ。1g1ml だよね。 1g1ml だよね。かっこいいね。どうしちゃったの。え、そのさ、かわいい。なんかかわいくない。その子なの4分の1ぐらい。かわいい。まあ感覚で、まあ、2年目なんで感覚できるかな。2年目感覚です。プロフェッショナル。私も感覚で。え、マジで岐阜で一番そば打ってる自信ある。去年しかもさ、なんかベチョベチョでさ、粉かさんかったっけ。あ、打ち粉するからちょっぴり少ない方が。ちょっぴり。手洗ってきたら混ぜるね。じゃあ私が1回、うん、はい、はい、もういいかな。パッて入れていいの。こっからが勝負だよ。うん、そう。あ、うちに切った今。え、みやりたい人いないの。いいよ、やりな。やりなってことやりたい。うん、違う違う、ごめんごめん、言葉が悪かった。やっていい。いくよ。うん、いけ。おー、いいね、手つきが。え、なんか慣れてきてない。さっきも予習したもんね。うん、そうだよ。そばは時間との勝負っていうことだけは予習してるから大丈夫。指先でってこと。小芋のようにだんだんとまとまってきたらこね始めても大丈夫。小芋？小芋？小芋とは。パン粉のようになり、おからのようになり、小芋。あ、じゃあさ、いいんじゃない？いい感じじゃない？パン粉っぽいよ。パン粉っぽいところと小芋。小芋って何？あ、なんか泡がった泡がった泡がった、なんか煮っ転がしみたいな。これぐらいって言ったでしょ？外芋みたいな。かなかもちょっとやったくなってきた。いいよ。うちはね、粉がなくなってるんで。バチバチ市販だけど。それも全部さ、映ってるって思ったらめっちゃ面白くない。今の瞬間とか今の瞬間とか。まだまだなうっさ顔見た。この人まだまだだね。いつもそんな顔してるよね。そうだな。そうだね。すごい先輩なんだから。じゃあ一番設定は私は新人。新人新人そばの教授。何言ったの。係長ぐらいで、この人の前で話したてれるのに新人にはめっちゃ言うよって。この人がいなくなった瞬間右腕でいいじゃん。右腕でシューナは直角。
のは、彼女頑張ってて応援する。あ、唯一の味方。直属の先輩。蕎麦協会の会長。私はいじめっ子。会長っぽいし。蕎麦の歴史は私が変えます。でもいい感じじゃない？みんなやる。めっちゃいい感じだと思う。割といい感じだと思うんだけど。ダメじゃん。ありがとうございます。その調子で頑張って。はい。いよいよニコラも出てきてるんですけど、どうですか？なんかちょいちょいニコラだから、もう一つ頑張ろう。はい。ニコラって何ですか？ニコラ菓子。ニコラもわかんないんですか、先輩？ニコラ菓子って言うよ。なんだ、今日先輩、私がなかった。右腕だから、一応先輩。怖い怖い。私が見たら、その子嫌いなんだよ。だから、ビビってんの。さっきもめっちゃ言ってきたから。だから、この日が言うと、黙ってるけど、田舎私がビビってるってことでいいじゃん。ここは大丈夫。ここは大丈夫。大丈夫。けど、ここは見ない。自分たちは難しいやん。そうだから、なんとも言えないんですけど。でも、唯一バカなことの見方だから。でも、結構誰でも仲良くできてる。そうそうそう。なんか、一番容量いい。え、いいの？ずる、そんな立場。もっと止まる、もっと止まる。すいません。もっともっとマスケ、大変だよ。会長はこんなにやってくれたら、なかなかないですから。はい。もっともっともっと。うん。時間、時間。時間と勝負だから。会長、これって左手に変えてもいいんですか？ダメダメ。はい。厳しいしかないよ。厳しい。ダメだよ、ダメだよ。これはニッコロですかね。ニッコロだからもっと構え。え、でもなんかめっちゃいい感じ。いい感じ。変わりますか？先輩、変わってもらえますか？変わりました。重くなってきてます。あはははは。先輩いいのよ。あ、すごい硬くなったの。ちょっと恋も、これ言っていいのか分かんない気がする。うちも言いたいことは分かる。そのえ、変わってないじゃん。嘘です。全然違くない去年。え、変わってくる。マルちゃんじゃん、すごい。そう、可愛いっしょ。猫多い。パッケージ買い、パケ買いした。パッケージ買い、何それ。え、じゃあ、田舎から出てきた蕎麦作りになりたいみたいな。出てきた蕎麦作りになりたい。日本語はダメちゃうじゃん。じゃあ、三角錐です。絶対ガジャトリさん、何分何秒。じゃあ何分何秒、うんこちゃん。そんなにいいんじゃない、絶対。来ない。来ないんだ。シューナのファンはそんな人いない。ごめん。来たら固定にしてもらおう。固定にするの私だ。さっきからさ、やったけど潰すんだ。意味わかんない。わかんない。店、本当に店だって。YouTube やってるんかな。そうだから YouTube しようでしょ。YouTuber 用の。ここに見せてください。あ、この人エビ足したままやってました。まだつけてませんよ、ね、左手はね。こちら、サバカです。いけるよ。うん、ガジ先からパクってきたら、盗みじゃん、盗っとじゃん。ここに盗っといます。行って行って、ここに、
何分何秒ここに盗っ人がいる。え、それって盗難じゃない？え、普通に寝ないと思います。誰もそんなに興味ないから。はい、じゃあ教えます。今からひぎ今からひぎを教えます。これ私たちが考えたんでパクリとかなしで。ひぎなんです。秘密の技って書いてひぎって読みます。はい、行きます。え、なになにそれ。こっちシルコサンドとお餅を挟んだ、極うまシルコサンドサンドです。シルコサンドサンドかけていい。ちょっといいね。少なすぎた。さすがに少なかった。カビみたい。やめなよ。あ、あれ。おお。そして、うん、行きます。あ、おお、うん、これとりあえず広げればいいです。すごい、すごっ。うん、全然違くね、去年と、うん、でもね、触った感じ違うもんね。うん、全然違うよね。一般的なんじゃないから。頭がいい。喧嘩してるあの時間に。あんたがそう思ってたことなの。そう思ってたことですよ。去年と全然違うもんね。すごくない？めっちゃいいじゃん、リズミカル。どう思ってる？切りたい。切りたいの？わ。去年も切るだけやらなかったけど。まあいいよ、切らしてやるよ。ちょっと本気出すわ。会長だから。会長の本気を見せていただこう。よっ会長。よっ会長。よっ。よいしょね、早さ出ないと。こちらは。会長やっぱ上手いっすね。いややっぱ会長は違いますよ。会長の心がけてることあるんですか。あ？あ、すいません。すいません会長。会長の心がけてることは、切ってる最中は一言も喋らないこと。そばと向き合うことが大事だから。で、喋りかけてきた人はもう排除。そう、この包丁が危ない。ちょっと広げてみて。え、めっちゃ良くない？あ、でもちょっと怖いかも。おお、どう？え、どれぐらい？もっと細いの？どう？遅かった？もっと細い。本当の半分ぐらいでいいと思う、ね。結構慎重にやった方がいい。さあ、今年もやってまいりました。そば作り大会。大会だったんだ。この大会を牛耳るのは年末ガールズ4人組です。ダサ。どうですか？すごい、私初めて2年。そば打ち始めて2年って言っていいよね。こういう形でさ、長っぽさもういない、短くて綺麗にもいない。こうやって来たらさ、この短いのなくて長いのも分かんないけど、そうね、そうね。もう来年の作戦会議してるこっちはもうそうだよ、先を見据えてるから。素晴らしい。おー、オッケー、できましたー。でんでりんでりりんで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 ん。この辺汚い。やばい、47分も撮ってんだけど。やばどうですか？完成いたしました。去年よりもグレードアップしてすごくね、素晴らしいものになってますね。スタンディングオベーションどうぞ。いきます。おお、タイムアタックやってる？今からすごい、いいね、いいね。めっちゃかけるやん。すごいじゃん。どうぞ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 。イエーイ。では、あと何分？あと25分。やだー、終わっちゃうよ今年も。いただきまーす。いただきまーす。そうだ。ありがとう。いや、ありがとう。レベルアップだね。爆上がりレベルアップ。お蕎麦、美味しい。ふっとい。めっちゃふっとい。それな。うん。美味しい。めっちゃ太くない？食べ応えめ、やばいね。なんかもう音が蕎麦じゃないね。ズズズとかじゃないもんね。パクリ。ふっとい。うん。ほんとだ、ふっとい。
でも全然去年もっと短かったよね。うん、こんぐらいだったよね。T なんかもっと柔らかかったよね、うん、ちょっと、うん、確かしたね。まだネギあって一個ずつある。あ、ほん、うん、えれふっといね。ふっといで食べれそうじゃない。でもさ、チンジャオロースもお肉わかる。ありがとう、ありがとう。これやばくない。でも言うけどもないしね。やば、下手くそすぎ。でも美味しい。うん、美味しい。でもさ、これでさ、ちぎれてないってことはさ、いけたってことだよね。もっといってもいいんじゃない。で、端っこの方はそれぐらいできてたよね、多分。ほんと？何を目指してんの。そばや。美味しいなーす。ライでも、私はちょっとあの、ほら、カロンほんとなくない。釣りに行くもん。大成功。バイビー。良い私を。良い私をだね。あと、あと5分、あ、じゃやべ、あと30秒。あと30秒 20 何やる19 18 17 16 15。バイバイ。みんなありがとう。毎日大好きよ。はい、バイバイ。10秒いやー、マジ。いや、本当だ。火ってすごいよね。高いです。幸せだね。何ですか？こちら、ジャガバター店です。ジャガバターが入ってます。入ってんの？入ってる。なんかすごそれを取るそれだけ見るとさ、ガチ不審者に。そこしか出てないやばい。でもそこだけ可愛いからいいんじゃない。可愛いからついてけど、そこだけがめっちゃ結構すごかったな。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ゲッチュー。やった。どこで食べるの？そこにさ、あの中入ったところにある。やっぱ美味しい。うまい。
食べる？食べる？食べたい。食べ？いいの？結構ね、がっつりパクっていかないとね、ジャガバターがないよ。いただきます。おいしい。うん、美味しくない？こんなふわふわなの？そう。何？うまく食べる？じゃがバタも。おいしい、ありがとう。めっちゃうまい。グッド。コロッケはやってませんでした。やってなかった。8時だった。8時かららしいです。ご参考にご参考にしてください。来年は何時からか知りませんけど、多分8時。今年は8時からでした。今何時だっけ？7時。あ、まだ6時か。6時半。6時半もう？もう6時間経ってます。6時半で。そんなにいなかったね今日。全然空いてた。早く来れば空いてる。え、絶対やばいよ。あ、何？日の出？うん、でも多分山があるから確かに。うどん食べたいかも。お母さんね、早く買ってこうかな。いいよ、買おう買おう。かわいいおもちゃ。あちやーみたいな。なにこれ？かわいい。いただきます。かわいい。甘い系ですか？うん、甘い系。甘い系なんだ。だし系だと思った。だし系だと思った。ちょっと甘い。ちょっと甘い。ちょっと今遊ぶな。今さ、本当にうまくできなくて。手が軽かった。めっちゃだ、めっちゃ。甘い系の。すみません。なんかお店じゃなくて外で食べるとせんべい安いってくる。そうだよ。これだ。面白い。中にないの？はい、いただきます。おいしい。かわいそう。やばい、これは美味しいよ。ギャル、ギャルの食レポ。今の言い方めっちゃギャルだった。マジ？まずは温度から。温度は熱い。美味しい？めっちゃ美味しい。まあ幸せ、幸って感じ。マジギャルじゃん。マジ幸マンジー。グッド。どういう系なの？醤油系だっけ？醤油系。でもそんな濃すぎない。匂いほど濃すぎない。すごい。結構。あ、今。待って。美味しい。誰？めっちゃ美味しい。温まる。確かに。どう？おいしい。これね。うん。柔らかいんです。硬いかと思いきや柔らかいんですよ。味は？味も美味しい。なんだろうね。何味なの？食べ残しって書いてある。本当だ。え、公開してるの？それな。なんかちょっと甘いよね。うん。少しずつ伝わらんね。明るくなってきています。初日の出。やばい。まもなく右。美味しいわよね。キャラメルだよ今回は。なんか氷があんまないんだね。氷があんまなくない、うん、あんまない。いつもなんかフラペチーノさ、ライトアイスにするやんね。何ライトアイスって？あの氷少なめ。あでさ、前回ライトアイスにしたらめっちゃなんかみずみずしすぎてさやめた。だからあんまり合わないのかななんかそのほうじ茶とかと氷が。確かにすごい綺麗。山がなんか、ね、絵みたい。マジで山だねマジな山。めっちゃゴツゴツしてる。マジ山。マジ山学園マジすかね懐かしい。あれ見てる時ちょっと自分イケてると思ってたな。わかる。マジ、それはやばいわその人も分かるって言ってたからね。ラッタッタみたいな。ね、小学5年生ぐらいじゃない？イングリッシュ。うん、だってさ、カロコたちがさ一緒にあれアルプス一番弱出ようとしてた時じゃん。ひらめきのめっちゃ懐かしいよね。え、めっちゃ好きだった。恋物語とか。やばかったね。恋物語でめっちゃキャーみたいになった。そんな時代があったんだ。あるんだ。あるでしょ。いい方でもなるんだ。中川大志くん出てたんだ。え、そうなんだ。めっちゃかっこいい子いると思って
よ。私一個自分でめっちゃ可愛いと思うのがドラマのさ死体役いるじゃん、うん、本当に死んでると思ってた。いやいやいや、だからどんだけの熱量をそのドラマに捧げてるんだろうってめっちゃ思ってた。本当に可愛くないよそれもう。怖いよ。サイコパス。さすがに物を置きました。キャラメル、あのマキアート。おはよう。トモちゃん注文した時の記憶ある？何回聞いても寝ちゃってさ、ああかなって言ったら、あっとって言ってた。チャンネル分けあと。オーツミルク、オーツミルク。オーツミルク。じゃあ、豆乳。さっきさ、言う方、ほのちゃんとさ、中学校の時の、この、なんかあだ名周りで、しりとりをしようってして、しりとりしてたらさ、うーでってほのちゃんが出てこなくてさ、めっちゃこうやって、うーって言ってそのまま寝てさ、っていうのを4回やった。架空の名前、しりとりは？あ、いいね、いいね、いいね。絶対言っちゃダメ。絶対言っちゃダメなの。絶対言っちゃダメ。あ、でもそれは知らなければいい、みんな。あ、そういうこと？私の知り合いにパスって言うのはやばい。あ、アウト、アウト。それもアウト。やば。それきついな。なかなか偶然すぎない、それ。ふわふわリハーフ。ハーフ？ハーフだよ、何でもいけちゃうから。じゃあお手本見せてもらうから。はい、大久保武史。いそうだけど。いそうでいない名前。いそうでいない名前。え、私いそうでいないは、いそうでいるよね。どっかにね。新藤康介。うわ、いそう。ケのミュージシャン。ケーマン。確かに。これこそハーフじゃない？ハーフチャンス。ハーフチャンス到来。やばかった。じゃあハーフチャンスは3回までとか聞いて。1人3回まで。3回まで。わ、チャンス、ごめん。どこの子だっけ？男？いやいやいや、何でもいいよ。何でもいい。毛なくね？毛な宮治ってないかもね。確かに。何がある？毛？ないかも。獣道とかいそうじゃない？何百何人なんでもいいじゃない？世界に。血上霊。血上霊な？絶対お嬢様じゃん。霊ってさ、お嬢様のイメージあるよね。絶対お嬢様。中村みなみ。絶対います。いない友達に。セーフ？おー。み？うん。あ、じゃあ、ハーフチャンス。ターライン。ミシェル・サクラ・クリスタル。ルです。クリスタルっていう名字なの？それは。ルルやばルやばルーをしますからね、こんにちは。ルーの名字ないね。ルイ、ルイ、ルー、ルイ、ルイ、鳩山。マトリユート。マトリユート。それも日本人じゃない。日本人、日本人。ジュン、ジュン。ジュンなんだ。真実を真に取り、マト。戸塚耕也。おー、渋いな。おー、何の、おー、何の。や、や、矢谷翔平。いいだよ、いい。女の子いなくないとかないよ。飯塚里奈。長山愛。おお。いそう。うん。もんちゃんうまいわ、このゲーム。伊藤かなで。若いね。小学生ぐらい。みんな年取るんだけど。あと3分、10分。バイバーイ。最初はグーじゃんけん、最初はグーじゃんけん、負けた順番でいけ、最初だが、最初はグーじゃないか。最初はグーじゃんけん、ちゅんちゃん、ママ、パパ、反対変更でしゅんちゃんからいくよ。うん、うん、うん、ママ、ママ、ママいくよ。すーちゃん最後だよ。だって
よ。大将のグーじゃんけんぽい。ジンバンクね。うわー。ママ。はい。あ、ちょっとやだな、もう。ちょっと。うわ。おお。パセイちゃん食べてます。もう、リズ多くね。リズ多いな。
持ってこい、じゃあビリかい。はい、頑張れ頑張れ。親子勝負です。俺は信じとるよ、表から。じゃあ、パッちゃん硬い。いっつも硬い。イエーイ。やばいじゃん、やばいやん、結構踊り気弱くない？弱いね。あけましておめでとうございます。お願いします。とんかつ長島に来ました。舐めてました。すいません、正月舐めてたわ。暗いね。暗いな、暗くなるの。何何、いいよいいよ。ほらこっちの方がええぞ。プチョいった。しばらくこの状態がめっちゃ前歯に当たる。ガンって。ああいいよ。いや、あれだよ、フェイク、フェイクフェイク。え、これほんとやばいね。こんな感じなんだ。いや笑った。頑張ります。頑張ります。初めてだよね。うん、こここっち見ちゃうよ、こういうのって。はじめまして。食べることない。じゃあまた後で。じゃーん、いただいてます。召し上がれ。いただきます。卵割った方が良かったかな。とりあえず普通に、うん、いただきます。おいしい。おいしい。
しそう、マジで。辛め？え？甘い。甘いんだ。辛くない。キーマカレー辛いイメージある、ちょっと。全然。食べやすい。美味しい。よかった。グッド。グッド。何だったっけ？シュクメリーでみたいな。忘れた名前。どうやって食べればいいの？美味しそう。美味しい？美味しい。めっちゃニンニクだ。マジ？結構ニンニク。美味しい。熱そう。いい感じ。美味しそう。イエーイ。いただきます。いただきます。え、食べない。え、頑丈。うーじゃーん。これはテロだわ。美味しそう。めっちゃしっかりしてるね、卵。全然ね。すごい弾力と思って。いただきます。チーズ、チーズも入ってる。匂いがね、うん、美味しいよね。めっちゃニンニク。結構ニンニクですね。いただきます。どう？あ、美味しい。全然辛くなくない？これに食パンマン、これ食パンマンとメロンパンニャ。これとこういったのがこれ、これと手添えなきゃ。あ、アンパンです。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。最初からやりたいじゃない、すーちゃん。最初だって。いる？どうしよう、みんな。どれにする？すーちゃん、どれにする？メロンパンナ。いけ、メロンパンナちゃん、いけ。いけ、食パンマンや。うーん、おーすーちゃんのだよ、すーちゃんのだよ。ミックスジュース、カレーを入れて、何ミックスジュースセットして、はい、最初はグーじゃんけんぽい。イエーイ。じゃあ最初。じゃあしーちゃん2番ね。いいよ。うーん、おい、いくよ。うーん、あ、ずらっとやまなちゃん、しーちゃんの子の子の子。うん、しーちゃんやばい、やばい。うーん、危な。早いね、奥まで刺してしーちゃん、こうやって。あー、くそー。すーちゃんの負け、すーちゃんの負けだよ。ミックスジュース、ミックスジュース。終わっちゃった。最初は負け、じゃんけんぽい。もう一回やる？でもなんかこう、クラブとかいい。いけ、私。おー、怖っ。イエーイ、ヤッホー。
ほやほやほやほあ、いやいやこーやこやこあ、やほおーすごいじゃん、いくよはい、うわーえ、わたし、けんかのおーすごいヘアパナちゃんヘアパナちゃんいくグッてグッおーどうしおなんか飛ぼうとしたよ。何？はーい。な？いや。はい。おーし。しゅうちゃんどうぞ。しゅうちゃん。しゅうちゃん。しゅうちゃん。うん。すごいんだけど。何しなっちゃう？わー。あ、あー。うわ、怖っ。あぶねー。ありがとう。頑張れ。あ、次くらいはこうやってやる。はい、下向き？うん、そっちかな。うわー！ミドルでジュース、ミックスジュース、ミックスジュース。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー。負けない負けない。すごい赤いでしょ。まいばつ最初はグーグーじゃんけんぽいしゅうちゃんだよしゅうちゃん次しゅうちゃん次しゅうちゃん次しゅうちゃんバイバーイ。バイバーイ。